ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕毅所属のビザキャッシュアップ RB、 新チーム名の話題と取り巻く状況の話題です。角田裕毅選手所属のビザキャッシュアップ RB チームのチーム名が話題になっています。話題になっている中、元 F1 ワールドチャンピオンのジェンソン・バトンは肯定的に捉えています。みんなが話題にするだろう、みんなそれについて話しているよね、だからいいことだよ。これまでビザキャッシュアップ RB というチーム名に関していろいろ否定的な意見がありました。テレビの解説者はどのようにチーム名を呼ぶのでしょうか。スポンサー名称が入った長い正式名称を持つチームは珍しくありません。オラクルレッドブルレーシングはレッドブルとして親しまれているし、メルセデス AMG ペトロナス F1 チームは誰もがメルセデスと呼びます。しかしチーム名が全てスポンサー名で構成されている場合は呼び方が難しくなります。ビアプレイで F1 の音声を担当しているネルソン・バルケンブルクはグランプリブログに次のように語っています。それに慣れるには数レース必要だと思う。でもビザキャッシュアップ RB になるだろうね。みんなそうなると思うよ。最初の数回はまだアルファタウリと言っていると仮定して、本当に時間がかかりそうだ。でも RB はあまり良い音ではない、それは確かだ。ビザキャッシュアップ RB はアルファタウリの新しい正式名称ですが、 F1 史上最も複雑で覚えにくい名称の一つであるため、放送やおそらくテレビの看板あるいはパドックでは単に口語で表示されるよう名称を簡略化するという話がすでに出ているようです。 ESPN のネイト・サンダースが X で明らかにしたところによると、チーム内部では V カーブとして知られており、シーズン中にこの名前が定着する可能性は十分にあるということです。世界中のコメンテーターにとってちょっと言いにくい名前になりそうです。角田裕毅が V カーブでポールポジションを獲得といった場面が見られるかもしれません。ビザは15年ぶりのグローバルスポーツスポンサーシップ契約となる複数年契約を結んで、2月8日にラスベガスでスーパーボール開催中にビザキャッシュアップ RB の新しい F1 マシンが公開される予定です。スポーツビジネスジャーナルによると、この発表会は伝説的なスーパーボールの開催中に行われるため、盛大なものになることが約束されているそうです。ネーミングの変更よりもより重要なのはマシン開発においてアプローチが変わっていることです。レッドブルは近年、レッドブルとアルファタウリのマシンを技術的に全く異なるものにしようとしてきていました。今後はミルトン・キーンズとファエンツァの間で FIA のレギュレーションが許す限り、可能な限りパーツの移し替えが行われると見られています。これに対して特にマクラーレンのザク・ブラウンがエイドリアン・ニューウェイが設計し成功を収めたマシンからシステムを継承することのメリットについて不満を表明しています。ブラウンはレッドブル傘下のチーム間の関係に新たな批判を浴びせて、 AB チームと呼ばれる状況や特定のパーツの共有を違法とするルール改正を改めて求めました。またレッドブルの2チームがイギリス国内でより緊密な関係を築いていることにも懸念を示しています。レッドブルはブラウンが示すような懸念やコストキャップ時代に不公平な利益を得る可能性があるとの指摘を否定し、2つのチームが独立性を保っていることを主張しています。クリスチャン・ホーナーはすでに技術移転の非難に反論して次のように語っています。我々はピンクのメルセデスからは程遠い、レギュレーションに明確に記載されている移管可能なコンポーネントがあり、それを供給することが認められている。マシンを見ればアルファタウリとレッドブルレーシングには根本的な違いがある。それにアルファタウリよりもはるかにコンセプトが近いマシンがグリッドに並んでいるのは間違いない。
アストンマーティンやマクラーレンを見ればいい。マクラーレンのリアサスペンションを見れば、我々とコンセプトが非常に似ている。マシンは2月8日にお披露目されますが、2023年に21勝を挙げた RB19 に似ている可能性があるかどうか、あらゆる方面から精査されることになるのは間違いありません。長年チームを支えたフランツ・トストが昨シーズン限りでチームを去り、元フェラーリスポーツディレクターのローラン・メキースが新チーム代表に就任した一方、ピーター・バイエルは F1 統括団体である FIA で要職を歴任し、昨年春に CEO に就任しました。8度のグランプリ優勝経験を持つ34歳のダニエル・リカルドと、チーム4年目のシーズンを迎える23歳の角田選手を擁するウィザ・キャッシュアップ RB は、チーム史上最も経験豊富なラインナップを揃えたことになります。角田裕毅所属のウィザ・キャッシュアップ RB、 新チーム名の話題と取り巻く状況の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。